何時長業をこよなく愛する娘ここに記憶のかけらと祝福を与え けでこれから君に爆鳥五番勝負を挑ませてもらうよ。爆鳥五番そう、爆鳥勝負。釣り人たちの誇りと名誉をかけたいわば決闘さ。そして長江師団のメンバーたる者、一度この言葉を口にした以上もう後に引くことはできないんだ。さあ今こそ自らの持つ最高の長具をかけて勝負だ。私が今持ってるのは全部宿からの借り物なんだけど。なら君の方は何もかけなくてもいいさ。これは私の戒めなんだ。この勝負何が何でも受けてもらうよ。選択の余地はないみたいね。
な。ん？むむ、負けてられないわ。さーて、どの竿を使う？餌はどれ？Thank you.
やった勝った、だがいい勝負だった。負けて悔いは、さあこれを受け取ってくれ。これって銀溶石でできたルこんな高価そうなも、私は君に決闘を挑んで、そして敗れたんだ。それとも君はこれ以上私に恥をかかった？そこまで言う。
ありますわね。どこしょうですわ。よし、今のうちにジャンジャンするわよ。さーて、餌は。とりゃ！私も負けてはいられませんわ。オーラですわ。あほほむむー、さーて、餌は、さーて、さーて、餌はどれがいっ、いっけですわね。オーラですわ。むむー、さーて、餌は、さーて、餌は、今のうちにジャンジャンするわ。さーて、餌は、さーて、餌は、さーて、
さーて。餌はど。それ。
さーて、餌はどれ？とりゃWatch out!
ーて餌はどれ、さーて餌をそれ。というやつか。さあこれを受け取るのである。わあ、綺麗な釣り糸ね。どうもありがとう。ついに三種の蝶具が一つにまとまる時が来たか。君はエステル君と言ったね。あ、はい。我が輩、今日から君が超高師団の団長なのである。え？で、我が輩はそうであるな、今後は名誉会長を名乗るのである。これからは和光度の時代、釣り文化の普及と発展のために何卒よろしく頼むのである。ちょっと待って。あ、私やらないからね。Thank you.
日の輝きを持つ娘、その輝きを片ここに記憶のかけらと祝福を与えん。いや、こんにちは。そんなに警戒しなくてもいい。私は魔法使いだ。君の心を治してあげよう。ただし、代償は支払ってもらうよ。蓄音機のように同じ言葉を繰り返し続けた。だけど僕はその声を知らない。僕が知っているのはただ
シュア、どこに行っちゃったのよ。ヨシュアってば。ヨシュア、こんなとこにいたんだ。まだ無理しちゃダメだってば。もう平気だよ。え、本当？もう熱下がったの？負傷に伴う一時的な発熱だ。今朝には下がった。一時はどうなることかと思っちゃったし。僕は何か言ってた？え？いや、何でもない。熱が下がったんなら一緒に遊ぼっか。ずっと寝てばっかりで退屈だったでしょ。わかるわかる。私も熱の時は死ぬほど退屈だったもん。あ、でもヨシアは足怪我してるからまだ走るのは無理か。じゃあ缶蹴りも鬼ごっこもダメだし。遊びたいなら一人で遊べばいい。僕には近づかないことだ。ここももうすぐ危険になるだろうから。え？手当には感謝しているよ。随分と世話になったね。カシウス・ブライトにもそう伝えておいて。ダメだぞ、そんな顔してちゃ。元気がない時は好きなことするのが一番。よし、ちょっと待ってなさい。今いいもの持ってくるから。まだ追っ手の気配はない。ここが見つかるまで 2,3 日というところか。あと3日。よっしゃー、ほらこれあげるから元気出しなさい。意味がわからない。ね、かわいいでしょ。つっつくと丸くなるんだぞ。いらないよ。え、なんで？こんなにかわいいのに。そんなものいらないって。それと、もうここへは来るな。もう、この虫は好きじゃなかったか。いや、そうじゃなくて。ちょっと待って、あのケース取ってくる。よしは、これでどうだ。鬼ヤンマだからいらないって。じゃあこっち、これならバッチリなはず。絶対気に入るから。丸顔オオトカゲ。こいつもダメか。あ
あのさ、僕は個々の虫がどうこうって意味じゃなくて、くーい、これ私のお気に入りだったのに。なんなんだこの子は。さっきから意味がわからない。ヨシア、ちょっとここに座んなさい。もう座っている。ヨシアってどんな虫が好き？大きいのが好き？綺麗なのが好き？足は多い方が好き？触覚長いのが好き？甲羅？羽？それとも水かき？虫はいらない。ガーン！となると何かびっくりするようなやつでないとダメか。よし、待ってろ、私が取ってきてやる。あの子虫が好きなのか。ああ、逃げられた。あいつ面白い顔してたのに。なんのこれ式。ヨシア、動けないんだもんね。それになんだか辛そうだし。やっぱり私が虫を捕まえて元気づけてあげない。あ、さっき、待て。いざこうしてみると、何度も視線をくぐってきたけど、こんな状況は初めてだ。よっしゃふん。ほら見て見て、こい。だからいらないって言ってるのに。君も懲りないな。名付けてびっくり人面が。羽の模様が人の顔に見える。な、何これ。びっくりしたでしょう。別に。お姉さん頑張った甲斐があったわ。よし、次はもっとすごいやつ取ってくるから。騒がしい子だな。ヨシア！帰ってきた。ヨシア！飛び込め！昼ご飯を釣り上げてやる。ほら、ヨシアも上がろう。着替えないと風邪ひいちゃうぞ。次は私の釣ろうっと。釣れなかったらお昼抜き。まったく本当に人の話を聞いていないな。お、来た来た、こりゃ。あ、カサギンだ。小さい。これはお父さんのだな。あの不良親父、どうせ遊び歩いてるんだし、このくらい当然の罰よね。え、
次のやつが私のよ。私こう。この子、カシウス・ブライトのことを知らないのか。娘には何も話していない。彼らしいといえば彼らしいけど。逃げ、くっそー、次こそ、次こそ釣るぞ。ピコッと。いや、まだまだ、ちょっと。さ、ん？何？いや、こんなに明るかった。緑が目に痛い。あ、来た！今度こそ大物だ！よし、お昼ご飯いただき。あれ、ちっこい。どうしちゃったのかな。昨日もお店に来なかったし。まあ気まぐれなエステルのことだし、そんなに心配しなくていいんじゃない。でも今までは毎日遊びに来てたのに。エステル、いる？エステルってば。もしかして人に誘拐されちゃったとか。それなら魔獣に襲われて瀕死の重傷を負い、哀れ森の中で野垂れ死んだの方が微妙に可能性が高い。あの子普段から危ないとこ行ってるみたいだし。エステル、冗談だってば。エステル、いい加減出てこい。エリッサが泣いちゃうぞ。エステルなら出かけてるよ。ん？あれ？誰？誰？よっしゃー！すっごい虫捕まえたぞ！あれ、来てたんだ。あ、エステル、もう今まで何してたのよ。心配してたんだから。ねえエステル、この子知り合い？さっきから何を聞いても返事してくれないのよ。答える義理はないだって。エステル、この二人は君の友人か？うん。本人たちの話とも一致するな。隙だらけだし、訓練を受けている様子もない。そろそろ連中が嗅ぎつける頃かと思ったけど、この二人は違うみたいだな。さっきからこの調子なのよ。ロレントじゃ見ない顔だし。エステル、この子のこと知ってんのよね？ああ、うん。ヨシアはね、実は私の弟なんだ。え？そうだったんだ。あー、びっくりした。おいエステル、それ説明にな。いきなり弟って、それだけじゃ分かんないわよ。本当だもんね。ね、ヨシア。そんなわけないだろ。あ、ヨシア、待ちなさい。もう、お姉さんの言うこと聞きなさい。君みたいなのが
姉さんなわけないだろ。え？君たちと馴れ合うつもりはない。僕がここにいるのはカシウス・ブライトも言ってただろ。それと虫を持ってくるのはもうやめてくれないか。何のつもりか知らないけど、おせっかいも過ぎると怪我をするよ。タブ！この痛っ。このうちじゃ私の方が先輩だもん。私がお姉さんだもんね。どうだ、お姉さんでしょ。あたしがお姉さん。ほら。いやだ。なんだと。仲いいんだね。そうみたいね。そこの二人うるさいよ。好きあり。よっしゃ、今日から私がお姉さんよ。もう決定事項だから。まったく、毎晩毎晩本当におせっかいだな。ヨシュア、また外で寝るのか。やはりエステルと同じ部屋は嫌か。あの子はおせっかいすぎる。しかも何も分かっていない。自分がどれだけ危険なことをしているかということも。カシウス・ブライト、あなたが教えるべきでしょう。どうして何も言わないんだ。エステルの隣の部屋な、今は物置になってるんだが。片付けてお前が使ってもいいぞ。確かベッドもあったはずだ。遠慮しておきます。僕には必要ない。確かにエステルのやつは何でも首を突っ込むからな。お前の目から見れば単純で何も分かってない、ただの子供でしかないだろう。だがな、ヨシュア、何も分かっていないのはむしろお前の方じゃないのか。少なくともあの子は自分が何を欲し、何をすべきか、あの子なりに分かっている。それはあの子があの子であるために必要なことなんだろう。まあ父親としてはもう少しだけ女の子らしく育ってほしいとは思うが。それでもヨシは欲することもすべきことも見失っているお前と、果たしてどちらが正しい。僕は言っておくが、俺はお前を甘やかすつもりはない。されどもここにいろとも言わん。お前がこれからどこに行きどうしたいのか、そして何者でありたいのかはお前自身が決めるんだ。それはまだ誰も知らないことだからな。僕は
パーゼル、あの髪の短い子が。うん、この農家ティオの家なんだ。ティオンちね、双子の赤ちゃんが生まれたんだって。知ってるよ、君が大騒ぎしてたじゃないか。もう何度も見に行ってただろ。まだ珍しいの？ううん、違うって。今日は一日農園のお手伝いよ。今はちょうど収穫期なんだって。でもハンナおばさんは動けないからいつもより大変でしょ。エリッサと話して手伝おうってことになったんだ。なかなか殊勝な心がけだとは思うけど、だからってなんで僕まで。つべこべ言わないの。ほら、これもリバヒリよ。それを言うならリハビリ。エステル、それにヨシア君も。ありゃりゃ、強引に連れてきたっぽいわね。ヤッホー、ティオ、おじさん。おお、来たかい。いや、悪いね。ハンナの出産中にもいろいろと手伝ってもらったのに。あのくらいお安い御用よ、このエステル様にかかれば。それは頼もしいな。おや、そちらの君は？ああ、エステルの弟よ。ほら、前に話したじゃない、ヨシュア君っていうの。ああ、そういえばそんな話も聞いた。確かエステル君と大喧嘩したとか。あ、ハンナおばさん、こんにちは。はい、こんにちは。二人とも今日はごめんよ、また手伝わせちゃって。あたしも早く農作業に戻りたいんだけどね。おいおい、まだ作業は無理だよ。なーに、ティオの時はもうしっかり働いてたんだよ。こうやって赤ん坊のあんたを背中に担いでさ。そうだったの？知らない、覚えてないって。でもさすがに双子だとそうもいかないね。おや、そっちの黒髪の子は？ああ、ヨシア君だよ。ほら、前にティオが話してたろ。ああ、エステルの弟君ね。まあまあ、また随分と可愛い子じゃないか。あんたも手伝いに来てくれたのかい？すまないね。おや、よく見たらまだ包帯をしてるじゃないか。おお、本当だ。これは気づかなかったな。傷はほぼ完治しています。作業に支障はありません。いやいや、無理は良くないよ。どこか休めるところで。そうだ、いいこと思いついたよ。それでは収穫の手順を説明するよ。エステル君、エリッサ君、それにティオの3人はこの辺りの畑分担した方が効率がいいよ。北側の畑から取り掛かってほしい。王室の野菜は私とフラで、ヨシュア君その子たちの世話を頼むよ。男の子の方がウィルで、女の子の方がチェルさ。了解しました。それでは作業を始めよう。途中でわからないことがあったらいつでも聞きに来てくれよ。はい。この数週間、追っ手の気配はない。なぜだ、僕の居場所くらい
とっくに突き止められていていいはず。もう僕には関心がないということか。だから記憶だけ消して捨てた。いや、だけど、なんだ、何か大切なことを、大切なものを失ってしまった気がする。なんだ、僕は一体何を。よし、あ、一体何。よし、あ、え、ね、ヨシュア。あ、エステル、ほら見てこれ。どうだ、すごいだろ。これ私が取ったんだぞ。こっちのナスビだってツヤツヤ。あのさ、ん、何。はあ、エステル、膝をすりむいてるよ。え？君はいつも後先考えないで突っ走るから。ほら、膝を見せて。あ、うん。しみる。このくらい我慢しなよ。まったく、いつも生傷だらけだな。前から気になってたけど、破傷風とかにならないのか。うん、本当に世話が焼けるな。うー、手当てしてなんて頼んでないもんね。だから世話が焼けるんだよ。自分で処置するわけでもなし、自己申告するでもなし、いつ見ても危なっかしくてしょうがない。ねえヨシア、ヨシアはどうして。あ、手の甲も切ってるな。消毒する前に言いなさいよ。ん、はい、終わったよ。あまり怪我しないように、今後はもう少し。どうしよう。いいよ、子守は僕の仕事だ。君は自分の仕事に戻りなよ。え、でも。泣き止んだ。ヨシュアってお母さん？何言ってんだか。早く仕事に戻らないと、いつまで経っても終わらないよ。ありがとね。ありがとうか。特技を持ってるとは。しかも夕日背負ってるし、あれは反則よね。エステル、あの子がハーモニカが吹けるって知ってた。むむむ、ヨシュアのやつ、弟のくせに私に一言も言ってない。生意気だぞ、ヨシュアのバカ。エステルってば。何怒ってんのよ。いや、こんにちは。そんなに警戒しなくてもいい。
私は魔法使いだ。君の心を治してあげよう。ただし、代償は支払ってもらうよ。やっとわかった。僕は支払ってしまったんだ。大切なもの、幸せな時間、そして僕を形作るすべてを。僕は人形、壊れてしまったいびつなかけら。誰かの大切なものを壊すために存在する。去らなければならないこの世界を僕はきっと壊してしまう。大切なものならば手元に置いておかないことだ。どこかこの手の届かないところへ遠ざけておかなければならない。僕が、僕の闇がこの場を汚してしまう前に去らなければならない。僕の存在が彼女を傷つけてしまう前に。弟ながらなかなか好みランクの高いやつ。だが今日という今日は満足させてやる。伝説のあの虫でな。あら、エステルちゃんじゃない。どうしたの、そんなところで仁王立ちしちゃって。今日も虫取り。えへん、今日の私は一味違うのよ。あらあら、そうなの。うん、今日は特製のシロップを作って虫をおびき寄せるの。そのシロップを使うとすっごい虫が集まるんだ。まあそれはすごいわね。じゃなくて、エステルちゃん、あなたももう11なんだから。もうちょっと女の子らしい格好をしないとダメよ。だってこの服でないと動きにくいんだもん。じゃあね。あ、エステルちゃん、はあ、相変わらずね。まずはシロップの材料を集めないとね。ドラゴンビーンズはエリッサに頼んで分けてもらって、新鮮ミルクと取れたて卵はティオにねだろっと。よし、まずはエリッサに会いに行こう。エリッサ、まだお店の手伝…エリッサ、あ、エステル。昨日のヨシア君かっこよかったよね。またハーモニカ吹いてほしいな。それがさ、ヨシアったらあの後から一言も口きかないのよね。え、そうなの。私がハーモニカを取り上げて勝手に吹いたのがいけなかったのかな。エステルってば。あのね、エステル、ヨシア君何にもお話ししてくれない。きっと何か辛いことがあったんだよ。だからね。分かってるって。ヨシア、何か悩んでるんだよね。時々すごく苦しそうな顔してるもん。でも多分私じゃ力になれないから。だから、あげたいんだ。エステル、
使うのよ。内緒。エステルがそうやってねだるとき、うん、もういいよ。ちょっと待ってて。はい、ドラゴンビーンズ。よし、次はティオの番だ。新鮮ミルクと取れたてトマト。ねえエステル。あ、びっくりして。じゃあ遠慮しとく。また後でね。でもちょっと。ティオ。あれ、エステルちゃん。で、その格好は虫と。今日はちょっと特別なんだ。ティオ、新鮮ミルクと取れたて卵分けて。何よやぶから棒に。まさか料理に目覚めたってわけじゃないんでしょ。えへん。でうん、ヨシアをび相変わらず説明。その虫をおびき寄せる芳香剤を作りたいってわけね。うん、多分そう。その芳香剤ができても間違って私にぶっかけないでよね。大丈夫大丈夫。本当かな。はい、ご注文のものよ。あのさ、エステル、ついでだから言っとくけど、ん？あの子が弟になるんなら少しずつ話をした方がいいよ。あの子の過去もあんたの過去も。あの家にはレナさんが住んでいたってこと。うん、ちょっとずつね。でもそんなのわざわざ話さなくてもいいの。ずっと一緒にいたら分かってくるものだと思うから。だってヨシアはもうだ。そっか、あんたのそういうとこ私は好きだよ。うん、ありがとね。よーし、ザラとはミストバルトで伝説のあの虫を捕まえるだけ。待ってろヨシア。おいよ、ミストバルトなんて子供が勝手に入っちゃダメでしょうに。っていうか、その伝説の虫って何？ちょっと寄ってこうかな。おや、エステル君じゃないか。どうしたんじゃ。時計台じゃねえ。先月修復が終わったんじゃよ。うん、知ってる。ロレントの職人たちが集まっての知恵を合わせて取り組んだのじゃ。現在もできる限り元のものを使うようにした。ほれ、前とあまり変わっておらんじゃろ。うん、あんまり覚えてないけど。わしはこの時計台を見るたびに元気が出るんじゃ。ロレントのみんなが、いや、わしが今まで出会ってきた全ての人たちが、うん、だからわしはこの場所を大切に思う。よし、待ってろヨシア。今伝説のあの虫を捕まえてきてやるからな。は？ゴーゴー。はて、ペタペタ。うん、
狙うは大物のみ。何しろ伝説の虫だもんね。ヨシアもびっくりするに違いない。お世話になりました。あの子に何があっても。クソ、これは私のだぞ。あげないもんね。このあっち行け。シッシ、だからこっち来るなって。僕の後ろに隠れて。体力じゃこれが限界だな。あれ、逃げちゃった。何をやってるんだ君は。え、こんな森の奥深くまで来て魔獣に襲われて、子供のくせに危ないことをするな。大体君はいつも無謀すぎるんだ。もっと周りの状況を見て行動しろ。そんなんじゃ。よしよ。ちょうどよかった。よくない。僕が来なかったら、ほらこれ見て。どうだよしよ、ついに捕まえたぞ。その虫が伝説、大したことないね。大したことない。こんなに大きいのに。うん、全然大したことない。その程度。見てなさいよ。もっとすごい虫を捕まえてヨシアを驚かせてやるんだから。ヨシア、ちょっとそこで待ってなさい。もう十分驚いてるよ。僕はこんなにも変わってしまった。君は本当に不思議な子だね、エステル。そして僕は一つの約束をした。誰のためでもない自分のための約束。自分という異質な存在をこの平和な世界に置いておくまじないを。それはこの世で一番卑怯なものだったけれど、君は許してくれるだろうか。僕は自分を偽り続けることよりも
そのことの方が。お見送りありがとう。こんなに大勢で来てくれてちょっとびっくりしちゃった。それで突然の話なんだけど、私とヨシアは外国に行くことになりました。二人で旅をしながら各地で遊撃士の仕事をこなしていこうと思います。とても長い旅になります。大陸のほとんどの地方を回ることになると思うので。でもいつかまた必ずこのロレントに帰ってきます。うん、成長した姿を見せられるように向こうで精一杯やってくるわ。はあ、しかしお前らと来たら俺に相談もなしに決めるとは。あら、そうだったんですか。まあな、休暇を取るのに苦労したぞ。ごめん父さん、急な話になっちゃって。でも二人で話し合って決めたことだから、だから信じてくれると嬉しいな。まそれなら何も言うまい。この広い大陸でお前たちの好きなようにやってこい。うん、はい。二人とももうベテランだし、細かい注意とかはいいわよね。これからは学ぶべきもの、知るべき事柄を自分たちで判断していくのよ。目を養うようにしなさい。はい、肝に銘じておきます。遊撃士を取り巻く環境はリベールの内と外ではかなり違うでしょうけれど。でも基本は同じよ。あなたたちに教えた通りだから。困った時は教わったことを思い出してみる。あんたたちなら大丈夫。私たちが仕込んだんだから。自信を持って暴れてらっしゃい。シェラさん、アイナさん、今まで本当にありがとうございました。じゃ言えないくらいお世話になっちゃった。気にしない気にしない、可愛い妹分のためだもの。エステルちゃん、生水には気をつけるのよ。ボタンはちゃんとかけて、寝る前には歯を磨く。ステラ、エステルだってもう子供じゃないんだから。いい、エステルちゃん、ちゃんとしないとおばさん夢に出るわよ。なんだか冗談に聞こえないね。気をつけます。よしは、エステルを頼んだぞ。それからうちのバイトはいつでも空いてるからな。いいか、必ず戻ってくるんだぞ。はい、おじさん、おばさん、お元気で。エステル、私たちのこと
泣くな泣くな。落ち着いたらすぐに手紙を書くわ。ディオ、エリッサのことよろしくね。はいはい。エステルもちゃんとヨシュアのこと捕まえときなさいよ。え？ご忠告ありがとう。ヨシュア兄ちゃん、エステル姉ちゃん。ヨシュア。おやおや、うちの双子も泣き出しそうじゃないか。まあ仕方ないかもしれないね。あんたたちに赤ん坊の頃から世話になってたからさ。毎日のように遊びに行ってたっけ。おじさん、おばさん、それにウィルにチェル、元気でね。ではの、二人とも。うん。市長さんもお元気で。ヨシュア、心は決まったのか。うん。父さん、僕はヨシュア・ブライトでいたい。そのために大陸を回ろうと思う。僕が僕であるということは自分で掴み取らなくちゃいけない。そう望まなくちゃいけないんだ。僕はヨシュア・ブライトとしてここにいたいから。エステルや父さんたちのそばに、この町の人たちの中に。だからもう一度自分自身の道をきちんと見極めてこようと思う。そうか。少しはいい顔になったじゃないか。ありがとう。何よりの褒め言葉だよ。まったくもう、ほんとうちの男どもと来たら相変わらず自分たちにしかわからない会話をしちゃって。ほらほら、ヨシア、早くしないと置いていくわよ。はいはい。じゃあみんなまたね。エステル、今度会うときは俺も遊撃士になってるからな。それは楽しみね。あ、本気にしてねえな。俺は本当に遊撃士になるんだからな。あの僕も遊撃士目指そうと思うんだ。だから、うん、必ず帰ってくる。ルック、パッド、次会う時は同僚ってわけね。私も楽しみにしてるから。ああ。エステル、ヨシュア、ここがお前たちの帰る場所だ。忘れるなよ。うん、どうぞ。忘れないよ。行ってきます。
行くぞ。